はい、今日です。今回はきつい練習の時とかフルマラソンの後半の苦しい場面で、私が考えを改めたことというテーマでお話をしていきます。今回の動画はなんかそのノウハウとかトレーニングの理論とかそういった話ではなくてですね、どっちかって言ったら気構えみたいなそういう話になってきます。で、そういう風に言うと根性論の話かいみたいな、そういう風に思われるかもしれないんですが、根性とかっていうことではなくて、どちらかというとこうきつい時のですね、考え方っていうところですよね。で、私自身が最近すごくこう学びになったというか、気づきになったことっていうのがありましたの で、それをこう共有させていただくとともにですね、私も実際最近こういう考え方にちょっと変えたんですよっていうところで、ぜひ皆さんもよろしければどうぞというようなお話になります。で、早速これどういう話かということなんですけれども、これはですねマイナス要素を考えないということですね。はい。で、これ何を言ってるかということなんですけれども、例えば日本人のランナーさんで、よく多いのはこれはもうトップ選手からアマチュア選手までもう本当皆さんそうなんですけれども、30キロの壁みたいなことをおっしゃるじゃないですか。で、私もこれまでの動画で30キロの壁を乗り越えるにはみたいな話も結構してきましたし、私もそういうふうに考えてました。で、言ったらですね、30キロ以降で、足が持たなくなったとか、足がつってしまうとか、こう、やられてしまったみたいな、マラソンにやられてしまうみたいなですね、そういうちょっとこうマインドセットっていうのを持っている方が多いじゃないかと。で、私もそれ例に漏れずです。私もそういうふうに思っていました。で、距離走する時とかもですね、やっぱりその25キロとか超えてくるとだんだん足が重くなってきてですね、今日は足が持たなかったなとか、今日はしんどかったなみたいなことをですね、ちょっと思ったりとか、することもありました。なんですけれども、これね、私ちょっと最近考え方変えたんですよ。で、これからマラソンレースでもちょっと変えていこうと思ってるんですけど、どういうふうに変えるかっていうと、この30キロとか、距離走だったら30キロとか35キロとかですよね、とかこんな30とか35キロなんです、長い距離を、またフルマラソンだったらこんな難コース、上り下りとかあって、こんな難しい、風も強い、こんなコースを攻略してやったぜっていう、そういうようなですね、このコース倒してやったぜみたいな、そういうマインドセットです。はい。もうめっちゃ簡単な話なんですけど、そういうことです。で、これを、なんで思ったかってことなんですけれども、先日私今滋賀県で練習会やってるんですね。で、中学生の方を主に対象にしてるんですけど、大人の方も結構複数来てくださってて、で、そのうちのお一人がですね、シドニーマラソンに出場されたんですね。で、先日シドニーマラソン出場されて、で、なかなか、タフなマラソンだったということで聞いたんですが、帰ってきてその方とお話をしてた時に、その方がその現地で、現地の他の外国人のランナーさんの方でいろいろ話をされたみたい で、その時に印象的なエピソードを語ってくださったんですね。で、そのエピソードっていうのが、向こうの人って30キロ以上でなんか持たないとか、その足がつったとか、なんかそういうことって一切言わないみたいですね。むしろこのコースを俺は攻略してやったぜ、どうだみたいなことを皆さん言うらしいんですよ。で、これね、なんかそのマインドセットというか、その考えってめっちゃいいなと思って、確かにもちろんですよ、タイムを目指す上で30キロで足が持たなくなって、そこでペースダウンしてしまったっていうのは、後からその分析してみて、確かに持たなかったのはここだなとか、ラップが落ちてるのはここだなっていうところを見て、じゃあそこを改善していくためには何が足りないのか、筋持久力だな、じゃあそのために距離走をやろうっていう、こういう分析と、それに基づいた、次のトレーニングって、これはめっちゃ大事なんですよ。ここは大事なんですが、ただそのマラソンを走る上で そのレース中の考え方ですよね。レース中に思う考え方としては、足重くなってきた時に、また足重くなってきたなと、ちょっとこれは筋持久力が鍛え足りなかったかもしれないなとか、今日もまたこう足がしんどくなってつってしまうんじゃないだろうかみたいなとかですね、私もやっぱりこう苦しくなると考えたりすることがあるんですよ。持つのかなとかね、思っちゃったりするんですけど、そうではなくて、今俺はこのコースを攻略しとんねんと、もうこのめちゃくちゃ怖いやつかかってこいよみたいな、この後なんか登り坂あるみたいだけど、そんなもん知らんけどみたいな感じですね。はい。使い方違うかもしれないです。健太郎さんに怒られますねみたいな感じなんですが、こう上り坂とかね、結構きついコースが来た時に、よっしゃ、もうこれ今から俺は倒したんねんぐらいの勢いですね。それぐらいの勢いで走ると。で、レース後の感想とかね、思った時とか、走り終わった後もね、思い描くというか、抱く感情としても、やったぜと、完走してやったぜ、もう攻略してやったぜ、このコースをぐらいでですね、マインドセットを持つという、これはですね、非常にいいことなんじゃないかなというふうには思ったわけですね。はい。で、その上で、レースが終わってちょっと落ち着いた時に、改めてそのレースを分析してみて、どこが落ちてるのかなと見た時に、結構やっぱりここで落ちてたんだなって、じゃあこの時にどういう感覚だったかなって時に、やっぱりこの時に足が重かったよねだったら、このコース攻略できたけど、ただこれ以上さらに速く、ここを駆け抜けるためには、この
ね、区間を駆け抜けるためには、まあ、やっぱり距離走のペースをじゃあこの時期からもうちょっと上げていく必要があるなとか、そういうふうにまあ分析を後からやっていけばいいということなんですけれども、まあ、あの走っているレース中のですね、心持ちとか、もし引いてはレース前のですね、直前のこれからレースに向かいますという時とかにやっぱりいろいろ不安とか出てくると思うんですよね。あの、まあ、例えば今の時期とかですね、暑い時期が長いこと続きました、9月って。だから距離走を思うようにできてない方も多いと思いますってなった時に、まあ、その最終的にやりたい距離走までたどり着けない状態で本命のレース迎えましたってなって、あーでもいや本当は40キロ走までやりたかったけど35キロまでしかできてないしなみたいなことを思っていくんじゃなくて、もう35キロまで俺は攻略してきたんだと、もうこんだけ35まで攻略してきた、あと7キロぐらいはもう当日の集中力と火事場の状態バカ力でんなもんどうにもなったろわいぐらいの勢いですね、まあ、走るというぐらいの方がですね、まあ、心持ちとしても非常にいいんじゃないかなというふうに、まあ私も思ったわけですね。まあ、その話を聞いて、あめちゃくちゃそれはいい考え方だよなってすごく思って、まあ、私も最近ですね、あの、あらゆる練習からそういうふうに思うようにしてます。例えばインターバルでも、まあ、この間も 1000m10 本、まあ、11本いったんですけど、結局11本いった時も、まあ、やっぱりですね、半分通過した時ぐらいからちょっとだんだんしんどくなってくるわけですよ。でそのしんどくなってきた時に、あの、まあ、1本1本やっぱり俺はこれを攻略するという気持ちでですね、まあ、こう持つのかなとかそういうことを考えるんじゃなくて、どう攻略してやろうかみたいな、どう料理してやろうかこいつをぐらいに勢いでですね、まあ、走るという感じですね。だからそういうような、まあ、マイナス思考、マイナス思考でマイナス要素の、考えというか言葉っていうのは、その少なくとも振り返りの時点ではもちろんそこと向き合うのは大事なんですが、走ってる最中とかその走る直前とか、まあ、そういう時っていうのはそこはもう捨てるっていう方が、まあ、いいんじゃないかなというふうに、まあ、思ったわけですね。なので、まあ、ある種そのレース中とか直前は楽観的に、で終わった後は現実的にっていうところを一つテーマにですね、まあ、私もやっていこうかなというふうに思いましたし、まあ、この考え方ですね、まあ、いいなと思った方がですね、やってみていただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、これはあのレースとか、ね、練習に向けてのですね、まあそのまあ、考え方、マインドセットというか気構えみたいなところの話でしたので、まあ、今日はそんな具体的な話ではないんですけれども、まあ、ぜひ参考になりましたら幸いです。ということで、今回のお話ちょっと短かったと思うんですけれども、今回の話は以上です。最後に皆さんにお知らせです。いくつかお知らせしてください。まず一つはですね、現在、私がですね、書いた、たった1年、あ、たった半年ですね、たった半年でマラソン2時間47分から2時間32分まで、15分短縮した、トレーニング戦略という電子書籍があります。で私がこちらね、説長なんですけれども、こちらは去年の8月から今年の2月まで、2時間47分から2時間32分まで、半年でこれだけタイムを縮めたんですが、そのトレーニングを全部公開してかつ解説付きで、お話をした、そんなものとなっております。はい、でこちらですね、通常1000円で販売しているんですが、メルマガ登録いただいた方には無料でプレゼントしておりますので、よし、気になるなという方は、メルマガ登録していただいて無料でお受け取りください。そして、次のお知らせが練習会やっております。ランラボ練習会です。現在宝塚と京都で、ランラボの練習会および 5000m レースを開催しております。宝塚では、練習会をやっておりまして、まあ、これからの時期はロング走とかね、フルマラソンに向けた練習中心にやろうかなというふうに思っています。レベルはサブ4を目指す方からサブ3を目指す方まで、はたまたもサブ3達成してサブ 2.5 目指している方まで結構広くですね、参加していただいてますので、本当に初心者の方でも、シリアスランナーの方でももうレベル問わずご参加ください。京都のランラボ 5000m レースはトラックでですね、非公認のタイムトライアル会としてやっておりますので、トラックね、ちょっと敷居が高くて難しいな、怖いなという方も、スパイクも何もいらない非公認、非公認のですね、気軽なトラックレースとしてやってますので、ぜひお越しください。はい、ということで、皆さんのご参加をお待ちしております。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。現在メルマガ登録で電子書籍2時間47分から2時間32分までたった1シーズンで15分短縮した半年分のトレーニングの振り返り解説中、私の去年のメルマガ集でございます。トレーニング半年分の内容をですね、全て公開しているそんな電子書籍となります。ぜひこの機会にお読みください。ちなみにあのね、あの宝塚ハーフマラソンも私、まあ、いろんな動画でねもう散々言ってますけれども、ゲストになりますからね、来てくださいね、宝塚ハーフマラソン。あの最後申し込む時にですね、なんか3つぐらい、あ4つぐらいかな、あの何きっかけでこのマラソン申し込みましたかみたいな、あの入れる欄があるんですよ。そこに、まあ、キャッスルひとみさんとけん玉さんとで私みたいな感じあるんですけれども、まあ、よろしければ、まあ、この動画見ていただければ、よろしければ、ランラボに押してください。あの私の営業成績になりますのでね、もう赤裸々に言いますけど営業成績になりますので、よろしければぜひ、ランラボでポチッとしていただけますと、私はね、もう、まあ阿炎教官めちゃくちゃ喜びますのでね、はい、よろしくお願いいたします。まあ、ゲストランナーですからね、スタート前にあの花の道っていうところでね、あのクォーターの部と、10マイルの部っていうこの2つの部があって、道をこの真ん中 の、 その高台になっているところを挟んで
両端でスタートするみたいな感じなんですよ。で、私多分ゲストランナーの最初ここでね、まあなんか話したりするんかちょっとわかんないんですけど、話すんだったらね、何話そうかなとか今からいろいろ考えてるわけですよね。どうしようかな、もうせっかくクリスマスシーズンですからね、うん、なんかテーマあるかなみたいな感じで思ったりとかですね。阿部寛のモノマネはですね、もういろんな YouTube とかでね披露してますから、まあ今更やるっていうこともあれかなと思うんですけど、まあ、どっちかっていうと私ね、阿部寛さんやるんだったら氷室さんの、氷室京介さんめっちゃ好きなキングオブファンなんですけども、氷室さんの前とかね、鏡の中にみたいな、ね、はい、バカにしてるって思われましたけど、ほんまにリスペクトしてめちゃくちゃ好きなんでね、はい、まだまだ伝説になんかなんですわみたいな、はい、まあそんな感じでね、ステージのところでまあ元気よく話せたらなと思いますので、ぜひですねお越しいただければ、私もですね鏡の中にありのね、はい、お待ちしております。